桂派は、明治から昭和初期まで存在した、情報落語の諸派。結密柏は、桂はじめ門の縄文である。桂一門の僧侶名跡である、桂文治の三代目を継承した二代目、文治の義系の江戸下校後、上方では二代目、文治の孫弟子を三代目とした。この結果三代目、四代目と東西に、文治名跡が並立したが、四代目、 文治の弟子である初代、桂文江は文治を継がず、以来情報においては、桂文江が、桂一門を代表する名跡となっていた。1874年4月3日の初代文江死後、二代目、文江の襲名をめぐり、四天皇と呼ばれた初代の門弟、特に当時の人気落語家だった、桂文蔵と二代目、桂文との間で、争いが起きた。この紛糾は、 文蔵の勝利で終わり、文蔵は二代目文家として一門を統率することになる。これが、勝ツ派である。勝ツ派の多くの落語家は、素晴らしが主で、東京から移住した五代目大屋さん馬屋二代目、三遊亭窓カバの影響もあり、人情話も得意としていた。定石としては、大阪市南方禅寺周辺の南地金沢邸を本拠とし、他にも大阪市内では、 船場淡路町の行く予定、西区新町の標定、市外では岸和田市大区町の林屋邸などを拠点にした。明治30年代の藤明派、互い学派分派を経て、1906年、対立する何は三遊派を仕切っていた、堀江、賑やか皇帝石邸の藤原茂助が死去したことにより桂派は三遊派と和解。桂。 三有両派大合同工業を行った。しかし1910年、上本町、不奇跡石帝の岡田正太郎が、二流の落語家や色物を中心として、何は落語反対派を起こしたことや、同宿1910年に一派の総帥だった三代目、踏み絵が多解したことで衰退した。一部は四代目正福亭正角らと、鈴女会を結成するが長くは続かず、 1915年までに三遊派に吸収、消滅していった。結成当時は10名ほどだったが、明治20年頃には20名を超え、解散直後で、江戸の落語家や門下を超えて30名前後ほどいた。京都にも落語会を開き、その時は、軽カツ派とした。ありがとうございます。